ローマ帝国のためと思って理想の温泉郷を作ってはくれまいか。命に代えてもこの地をテルマエのユートピアにしてみせます。皇帝より温泉郷建設の命を受けたルシウス、一体どうすれば。全くアイデアが浮かばない。顔は太っている。しかも頭に黒いズッキーニのようなものを乗せている。雷神さん、相撲観戦なら外でやってくれ。女や子供が悲鳴を上げながら滑り落ちてくるではないか。罪人が処罰されているのか。痛みに耐える訓練装置だったのか。ギュッときた。うわ、まずい。ここにも女人が。これはあの時のトイレだな。もう驚かないぞ。メンクレイ、テルマエに移すと抜かす腰抜けどもから強いローマを取り戻すのだ。平たい顔族の言葉に耳を傾けるべきなのです。平たい、この女は魔女だ。ルシウス、行かないでルシウス。私もそなたと別れたくはない。果たしてルシウスは世界の危機を救えるのか。テルマエロマエ2。しかし相変わらず心地の良いトイレだ。しまった、こんな狭い個室で。